でこの肩が大きくなるともちろん競技者フィジーク選手としての目の前に拳の高さがあるようにしてください。自然に回して筋トレ YouTuber 山沢のガチトレということで、今日ご紹介していくのは肩の種目を紹介していきます。この肩ね、僕も1年でかなり変わりました。苦手だったところなんですけども、でこの肩が大きくなるともちろん競技者フィジーク選手としてはもちろん一般の方もより逆三角形のシルエットになるので、すごく重要なパーツで、そして難しい場所でもあるんで、今日はこの肩が劇的に成長した1種目を紹介していきます。それがアーノルドプレスというやつです。アーノルドプレスというのは一番有名なアーノルド、ね、シュワルツネッガーが考案した種目なんですけども、こういった顔の前から上に向かってあげる肩のショルダープレスの動きになるんですけども、なぜこれがおすすめかというと、最も安全に肩を追い込むことができるからです。なぜ安全かというと、肩の機能っていうのは下ろすときはこう内旋っていうんですけど、手の甲が前にある状態、この状態だと下までこう肩が動くと思います。安全に突っかかることなく肩が下ろせて、ただこのまま上げていくと突っかかりができると思うんですよね、肩のところで。それがこう外旋させることで綺麗に万歳できる。逆にこの外旋させた状態でぐーっと下ろしてくるショルダープレスっていうのはこの辺りで突っかかると思います。要はこれ以上下ろせませんよっていうところが来ると思うんですけども、なので下ろした時に肩を痛めてしまう。なので内旋から外旋、こうすることで人体の構造に最も無理なく高重量を扱えます。そしてこの種目をおすすめするもう一個のメリットは、今お伝えした高重量が扱えることです。なぜ高重量扱わなきゃいけないかっていうと、筋トレのね、筋肉がつく原理原則で最も大事なのがオーバーロードっていうんですけど、過負荷の原則。例えばプレス、僕の場合30キロでこれからやってきますけど、30キロで10回できたとしたら 32.5 キロで今度10回できるようになったりとか、35キロで10回できるようになったりとか、要は重量か回数を上げていくことが筋肥大に最も大切なんですけども、例えば肩の種目で最も有名なこういったサイドレイズ、こういったのって単関節運動って言うんですけども、あまり高重量が扱えません。8キロとかね、10キロ持っただけでかなり重たくなっちゃうんですけども、こういったプレス系、肩と肘2つの関節が動く多関節種目、コンパウンド種目とも言うんですけど、こういったものってものすごく高重量、倍以上の重量が扱えるようになってますから、まず原則としてはこういったプレス系から攻めていく、そしてその重量を伸ばしていくことが肩のね、肥大に最もつながりますから、この種目をおすすめしていきます。はい、ではアーノルドプレス、いいフォーム悪いフォーム見ていきましょう。まずはこれベンチ、インクラインベンチ60度にセットしてください。直角すぎてもパワーが扱えないですし、倒しすぎても大胸筋上部に入ってくるので60がベストです。でしっかり寄りかかっていただいたら、手の甲を前にして、だいたい鼻、顎、口、この辺りの目の前に拳の高さがあるようにしてください。こっから自然に回して真上に上げていく、また自然に回して下ろしていく。ダメなフォームとしては、極端に外回りしてから上げたりするとまたこれも肩を痛めるフォームになりますから、自然と回る範囲でいいです。すごくスムーズに動かせる手幅がありますから、口の前に持ってきて万歳で、この時肘を完全にこう伸ばしてしまうと負荷が抜けちゃうんですね、三角筋から。なのであえてこう曲げ伸ばしきらないことで、ずっと三角筋から負荷を逃がさず筋肉を疲労させれるので、このフォームでやっていきましょう。それでは私はそのガチトレやっていきたいと思います。今日はマンデルブッツドトレーニングのフェーズ1になります。35キロでだいたい8から12レップを狙っていくので、で膝に乗せた状態から重い思考肩がずつ蹴り上げて行っていきましょう。よし、いきますよ。よし、
9回できましたね。これで4分のインターバル取って2セット目やっていきます。はい、それでは4分経ったんで2セット目やってきます。ここで大事なのは重量下げないことです。重量下げると使われる筋繊維の筋肉の数が少なくなってしまうので、もうできるだけこのままいってください。回数っていうのは絶対ね少し下がります。1回でも2回でも下がるんですけど、なるべく同じ回数狙ってやっていきましょう。よし、よし、結構ねインターバル通ったんだよ。9回同じ回数できたんでいいトレーニングだったと思います。はい、はい、では今日の肩トレのアーノルドプレスいかがだったでしょうか。まだね試されたことない方はぜひ肩のトレーニングに取り入れてみてください。でね、アーノルドプレス復習になりますけど、なぜおすすめかというと、最も肩が安全に高重量が扱えるからです。ぜひ挑戦して大きな肩を手に入れてみてください。で、初心者の方であればだいたい8キロから10キロぐらいから始めてみてください。レイズ系とかが4キロとか5キロでやってるはずですから、その倍は必ず扱ってください。で、そのままの重量でいっても筋肉絶対つきます。3ヶ月後には12キロぐらいで10回行うようにしましょうか。中級者の方であればもう15キロぐらい扱えるようじゃないと、ある程度大きい方って手に入らないですから、重量はね結構無理してくださいっていうのもあれですけど、決して軽い重量では筋肉はつきません。パワーもつけながら安全にねトレーニングに励んでください。また興味ない動画がいいなと思ったら高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。重っ。